いやみんな魚でござい。ちょ今さ、動画パート5の動画の編集が終わってさ、散歩行こうかなと思ったんだけど、なんかねめちゃくちゃ雨降ってるからさ、撤収集めをしようかなと思います。ということでね、使い道がね、ロケット飛圧ロケット、これだよね。あ、やっぱデッシュブロックを使うから、あ、これはいらんのか。デッシュ、デッシュ、なにこれ、ティア4、4もあるの？単純計算で何個いるんだこれ。6、54、54個、5個、10個、1スタックと3個。あ、3スタックぐらいでいいんだ。あ、あんまりいらないんだな。3スタックぐらいで3機分だけども、まあ1人1機ぶっ壊すと考えて6スタックぐらい、いや7、8、まあいろいろ考えて8スタックぐらい欲しいか。そんな感じで弟子集めをやっていくが、なんかねちょっとね、あと村人のこの月面の村人の交易もね見てみたんだけども、なんか使えそうなやつがあった。でさ、あれで、これあれなんでね、あのムーンサンドの交易をできる人がここにいて、これこの人ムーンサンドが売れるんだよね。だからスコップ持ってくれやったな、あのいつも忘れちゃうんだよな。まあ、なんで、どっか適当に穴に入ってやっていきます。であれっすね、松明がもったいないんで、これもあの編集で明るさ上げます、明るさアップということで、今明るさ上がったと思うんですけども、あ、もうこっからあれか、石か、石なんでこれを掘って階段掘りでどっか洞窟を目指していく。で使っているつらしはこれですね、頑張ってもレベルをかき集めて作ったやつなんですけども、まあそんな感じでやっていくが、待ってこれマジで暗い、無理かも、明るさ明るいやな、これダメだソウルサンドが、ソウルソイル、どっちかわかんないけど多すぎるわ。お、大穴きたー。チーズも確か売れるから取っていくか。ちょ、敵はもう全部死でいく。ちょっとね、戦っても得るもんがないから、ちょ最短で、ちょ待って、エンチャントかけてある防具なのに結構食らうな。これもしかして誰か来てる？なんもねえな。あれか、ローバーのさエンジンにもデッシュ使うから余計に欲しいか。良さげな穴来たけどないな、誰か来たんかな。あ、たたたた、ええやんええやん。酸素量注意してね。でアイスもちょっとね欲しいんだよな。ちょっとやりたいことがあって、普通にいる。でしょ、発見、幸運さんのパワーガンガン発揮してほしい。あるところにはある。あれ何スタックっつった、3スタック、4スタック、6スタックぐらい。ちょっとラージチェスト1個分ぐらい欲しいけどさ、本当はね。ちょっと待って、なんかいる、邪魔すんな。あー、マグマ使えないやつ、矛盾マグマな。マグマと見せかけてあれ実は氷だからな。あ、あったあったあった、見逃してた。43、オッケー、きた。お、早くも幸運パワーで1スタックいきそうやん。あー、ちょっとこれ鉄が紛らわしいな。それにしても攻め、この最近のマイクラのさ、生成方式のこの亀裂的な穴、リアルっちゃリアルだけどさ、狭すぎるんだよ。発見発見、今録画開始から10分で1スタックだから1時間あればまあいけんのかな。またマグマ来た、マグマ結構あるな。ある程度の深さでいけばマグマ確定みたいな、そんな感じか。月の中心がマグマとかできてんのかな、どうなんだろう。ちょっとあの調べて情報載しときます。秘技モニター設定で明るさアップ。あ、これマジ見やすい。ちょうど多分ね、あの編集で明るさ上げたくらいの明るさになってるわ。これはやりやすい。あ、来る時に見逃しがあったんだ、これも明るさを上げたから分かりやすくなったぞ。まあ事前準備をしっかりしておけばよかったんだけども、しかしちょっとした工夫というかね、文明の力の力で改善できる。あい、あ、月面も明るく見える。どんどん行こう、ご飯も十分あるし酸素の余裕もまだ結構あるな。1本使っちゃうか。
あれだな、サンスタックやったらブランチマイニングで見つかりやすいかどうかとかちょっと試してみようかな。なんか対決っていうかさ、普通にこの洞窟を探すかブランチどっちが集めやすいかみたいな、そういう検証動画にするか。でもって多分ここ誰も来てないな。生成入って重たいわちょっと。よーし、発見。結構あるぞ。やばい、ちょっと入り口の位置忘れちゃったな。やばい、記憶力が。さあ2スタック行きました。あったあったあった、お、めっちゃある。いいぞいいぞいいぞ。おお、すげえ塊だ。いいじゃん、45。あと19個。ここで19個。おっと、でっかいマグマにデシュ発見。敵が湧いていきますが、やっぱこれ深いところの方がいいとこあんのかな。あ、58、あと6個、あと6個、次のデシュの塊で終わりというところか。さあデシュの塊を発見するも敵がいるのでちょっと怖いが、まずい、危ねえ。これで決まりだな。さあ60 63、あと1個、あと1個がない。そんなこと、あった、いいぞ。確実にもう2個あるから確定だな。1個でも確定だけど。さてこれでちょっと語りの時間はありましたが、3スタック集めるのにだいたい20分ぐらいでした。あ、ええやんええやんええやん、まだある。これは記録外ですが、思わぬ副収入。まだあるかな。ええやんええやん。というかさ、あれなんだよね、オーバーワールドの方のさ通常の村もちょっといじりたくて、通常世界のさブランチもしたいんだよな。なんだろうあれ。あ、村人の声聞こえるな。村か。じゃあちょっとお邪魔しちゃおうかな。あ、入り口あったしなんだここ、生成ミスってるから。あ、かまどいいじゃん、もらってこ。かまどもらい。これってなんだろう、グローイングアイアンなんとか。お、チェストあるやん。チーズ、ムーンサンド、石炭もらうか。かまどに使いたいよね。てかあれだな、ここでさエンチャボンとか普通に買えるんかな。あ、ノックバック券とか売ってんじゃん。ハンマーも売ってる。やっぱあれか、アイス売れるんだ。へえ。こっちレベル上げてみよう、この人の。あ、お金だ、なんなかった、くっそ。鉄とか石炭の取引がなんかこの月のその星のさ鉱物素材に変わってる感じなのかな。で、あ、デシュインゴットあるじゃん。あ、ローンチパッドもある。あ、スペーススーツ売ってる、高えけど。いいね。結構村人の取引さ要かもな、攻略の要かもしれないが、うわ、なんかだいぶ広いな。あ、でもってまた違う塔がある。あ、範囲ダメージ増加とか売ってんじゃん。あ、弟子いっぱいあんじゃん。ええー、ですね。ローンチパッドもこんなんいくらあってもいいですからね。醸造台もらってこ。普通に欲しい。ネザーをさ、ちょっと探索して、要塞を見つけてあんだよな、そういえば。さあ、もらえるもんもらってくぞ。こんなもんか。しけてんな。で、弟子的には、あ、もう5スタックいったか。いいな。ちょ、一回じゃあこれ、置き換えろうかな。よし、一旦帰るぜ。なんかあれだ、重力めっちゃ重く感じるわ。村にもデシュが結構あるから、まあとりあえずロケット分はもう安心か。じゃあここでちょっとスコップ持って、ちょっと護身用の矢を買って、さて出発だ。なんか月の夕暮れってなんか変な感じだな。ほんなら今回は、シャベルを持ってきてるんで、こっから、あ、あ、村人普通に攻撃されるんだ、ここも。まあ、この辺から、
ちょっと大ジャンプを見越して4マスぐらい、え、何マスジャンプできるこれ、てか結構いけるな、7マス8マスぐらいか。危ねえ、あー危なかった。まあマグマの高さだしここでいいか。マグマの高さマイナス54。あれこれオーバーワールドも54だっけ、マグマって。じゃあまあ今からだね。ヘイシリタイマー20分、 OK、 タイマースタートで、デッシュが今手持ち16個なんで合計の数引く16でいく。ちょっと待って、不安になってきた。一旦ストップを止める。あのこれデッシュがあった高さを掘った方が公平だわ多分。いやマジでこの高さないかもしんないからちょっと不安だわ。一旦2分経ったところでストップウォッチ止まってます。あ、あるわ、普通にあった。じゃああるんだ。じゃああれはブランチ脳幹で、よし、じゃあ18分から再開。マグマの高さは同じ。このブランチで見つけた洞窟を見るのはブランチに入るよな。そうだよな、普通にブランチマイニングしてて洞窟見つけたら行くもんな。お、デッシュ初めて発見。敵がいる、弓を使っていく、弓強い。ええやん。31なんで今は何個だ、15個、15個取れた。やっぱこれ穴を掘っててさ出てくることはないな。やっぱ洞窟のさ露出しているタイプばっかり見つかる。だいぶでかいなここ。お、当たりの穴来た。もうもはやブランチマイニングではない。いやまあもう結論と言っていいでしょうね。まあ掘るより洞窟だな。まあ多分ダイヤモンドと違って生成確率が高いから高さが限定されずに鉄みたいに生成される確率が高いから露出してるのを探す方が確率が高くなるのかな。あ、3スタック超えましたね。あと6分30秒残して達成できてますね。これどでかい洞窟探しゲーなんだな。デッシュはブランチとかそういうのじゃなくて取ってきたね。デッシュをまた焼いていくと。つうことで今回はまあこんな感じかな。まあ簡単な回だったんだけども、デッシュをいっぱい取ったんで、まあしばらく安心でしょう。安心デッシューというね。いやおもんな。あ、今ので台無しだわ。ということでご視聴ありがとうございました。なんか次あれな、作業配信とかかな。生配信でやってもいいね、こういうのはね。ではまた会おう。バイバーイ。あれ、まあ、間違えた。俺また帰ってきちゃった。は？燃料無駄遣いすな。ただいま。なんだそれ。宇宙旅行。帰ってきました。